シリーズ今裸にしたい男たち。今回はあの日本ロック界のカリスマと呼ばれた男、元 X ジャパンのリーダー YOSHIKI。 伝説として生き続ける X ジャパン。解散から5年、ファンの熱い願いから今も行われるフィルムコンサート、日本から韓国へ、そして世界に広がるその人気は衰えていない。スクリーンの中の X ジャパンは今もファンを魅了し続けている。X ジャパン、その突然の解散、そしてメンバーの死、以来一切の表舞台から姿を消し沈黙を守り続けてきた YOSHIKI が今語り始める。変えられないものに対して悩むのをやめようっていう、じゃあ変えられるものをいい方向に変えていこうっていう。2002年、復活を目指し再び動き始めた YOSHIKI。 音楽に人生の全てをかけて、 YOSHIKI は新プロジェクトバイオレット UK で世界に挑む。栄光の頂点を極めた X ジャパンの解散から5年、今再び YOSHIKI が動き始めた。 YOSHIKI を突き動かすものは一体何だろう。半年にわたる取材の中でその全てが明かされる。2002年8月、日本の音楽シーンから突如姿を消した X ジャパンのリーダー YOSHIKI さん、このロサンゼルスで本格的に活動を始めています。ハリウッドのほど近く、撮影所や音楽スタジオなどが集まる一角に YOSHIKI さんが持つスタジオ ONE-ON-ONE があります。数々あるレコーディングスタジオの中でも老舗として知られるワンオンワン。ここは多くのアーティストがヒット曲を生み出し、伝説や逸話を残していった場所。今 YOSHIKI さんはここを拠点に復活のための新プロジェクト、バイオレット UK を立ち上げようとしています。その曲作りに明け暮れる日
YOSHIKI さんがこのバイオレット UK で目指すのは、今までにない全く新しいジャンルの音楽、それへの挑戦。ある時は本当にロックバンドみたいにバンと現れて、本当にもう逆にシンセサイザーなんかないでやったり、またある時はもう思いっきりでデジタルでやったりみたいな、その既に姿を変えていくみたいな、もちろん同じ音楽曲だったり楽曲のアレンジ違いだったりっていう、ことをやりたいですけどね。僕本当に真剣なんで、なんか一回いろんなこと X とかやって、もう一回そのなんか趣味でやっていこうみたいな切り開きじゃないんで、もう一回戦おうとしてるんで。あらゆる音楽の融合を目指す YOSHIKI さんが発信する新プロジェクト、バイオレット UK。進出していこうと YOSHIKI さんは考えています。自ら手掛けたこのプロモーションビデオで、アメーバーのように増殖し進化を続けるバイオレット UK のイメージを打ち出しています。ちゃうと無理なんですよ。向こうからだったらいいんですけど、ちょっとこれですごい音に敏感なんで、ここには入らないんですけど。ギターの音をサンプリング録音するため、広いスタジオに入れるのは YOSHIKI さん一人。弦を弾く瞬間は息も止めるほど神経を使うデリケートな作業。ギターの音を1音ずつ録音します。その1音も弾き方を変え、数種類のパターンを取るのです。なんだけどな、YOSHIKI さんの頭の中ではすでに曲のイメージが完璧な形で出来上がっています。その理想の音楽を求めて、膨大にある音をさまざまに組み合わせ、メロディーを作り上げていくのです。しかも
曲の旋律だけでなく、それぞれの楽器がどのような音でアレンジされているかといった細かいイメージが頭の中に出来上がっている YOSHIKI さん。どうでした今日の出来は？不満ですね。あんまり進まなかったんで、いまいちってとこですね。もうちょっとペースが上がるといいんですよね。16小節ぐらいですね。16小節全然ダメですね。270小節あるんでこの曲。うわですね。そうです、バイオリン系のその音源をまず作って、それを撮影するまでもう今別にもう人生いらないと思ってますんで、もうそれだけとりあえずやりたいっていう、はい、出なくてもいいですっていう感じですね。だって有名だろうなんだろうが、やっぱりこれだけ、ね、世の中にや音楽やっていきたいっていう人たちがいっぱいいるわけじゃないですか、と一緒に勝負していかなきゃいけないんで、別に知名度があろうがなかろうが関係ないですよね、それは。うん、今僕はもうもうなんか違います、完全にもう人間ではない人間ではないっていうか、もう寝てるか食べてる以外は仕事してますんで、音楽に全て打ち込んでるっていうか、まあ、たまにガーッと飲んじゃうとことかありますけど、はい、基本的にはもう今人生の全てをかけちゃってるんで、はい、この日スタジオを訪ねてきたのは全米で人気がある女性ボーカリストニコル。売れっ子のアーティストニコルと将来共に活動したいと YOSHIKI さんは考えています。この日の作業を急遽取りやめ、自宅にニコルを招待することにしました。今日ちょっと家全然こういうなことを想像してなかったんで、散らかってるんで、物によってはなんか変なものが転がってたら嫌だなと思って、変なもの別に何もないんですけど、なんか下着とかその辺に転がってたら嫌だなと思って。大丈夫です、はい、そうなってもしすごいあんまりひどなかったらカットしてくれるんですよね。もちろんです、はい、芸能ニュースじゃないですか。これは開かないんですよ、たまに手でなんちゃう。あ、開いたやばい、裏向きできちゃうんです。ロサンゼルス郊外の閑静な住宅地、門を抜け玄関までの長い道を行くと瀟洒な白い家が見えてきました。ここが YOSHIKI さんが一人で暮らす家。
your guest. Let me just take care of it. Yeah.自宅に仕事仲間たちを呼んでお酒を飲むことは数少ない楽しみの一つです。そのプライベートを公開することはほとんどありませんでした。車庫には愛車がずらり。広い家の中は YOSHIKI さん好みの落ち着いた白と黒のモノトーンで統一されています。このところ、連日深夜にまで及ぶ作業が続いています。起きるのはお昼過ぎ。そして、すぐに作曲を始めます。YOSHIKI さん、いつも曲を書かれる時の、そのインスピレーションというか、どういうところから？いろんなことを考えたり、なんか今までのこと思ったりいろいろ話しますけど、結構無音状態の中で書くんで、全く楽器使わないじゃないですか。まあ、鍵盤を見るんですけど実際にあまり弾かないんで、頭の中でイメージしたことが多いんですけど、イン
ンスピレーションなんか感じたこと、最近感じたこととか昨日夢に見たこととかそんな感じですかね。よしきさんにこの広い家の中を案内してもらうことにしました。ここは簡単なジムですね。この、トレーニングします。週2回およそ2時間のトレーニングは欠かさないというよしきさん。ここで首が悪いんで、週に1回か2回は触るし、はい、それは専門のマッサージの先生がいらっしゃって。そうですね、首が悪いのはやっぱX の時のドラムのあれが続いてるんで。そうです、それで、はい、今手も悪いですし。腱鞘炎はどんな感じですか？なんかそう簡単に治んないみたいです。でもまあピアノ弾けたんで、この前あとドラムがどこまでできるかっていう、チャレンジできるかっていう、うん、これから始めるんですけど、 2、3年からとかって言われたんで。腱鞘炎ですか？はい。そうですか。はい、なんか軟骨をなんか痛めちゃったみたいな、この辺のなんか、うん、それはやっぱピアノの弾きすぎで。コンピューターでしょうね、もうピアノっていう。ピアノもそうなんですけど、コンピューターのキーボードをこういう角度でずっとやってたんで、そこで痛めちゃったって。で、右が痛くなった、左やってたらっていう、左も痛めちゃった。コンピューターに打ち込まれてたのは音とか。そうですね、いろんな、うん、いろんな音ですね。ドラムであったり変なエフェクトだったりっていう。今でも大体 寝るときもギブスしてるんで、お風呂に入るとき以外は、とピアノ弾いてるとき以外はずっとつけっぱなしなんで、はい、うん、こっちが寝室ですね。こっちがいつも寝てるところです。はい、モノトーン。モノトーンですよね。でも目覚ましが。そうなんですよ、昔ロサンゼルスに来てもう10年ぐらい前に買った、なんかなんていうんですかね、なんか手放せなくて、この目覚ましがね、あっためるんですよ。一回投げて壊れそうになっちゃったんですけどこれ、ね、すごいこれ鳴るんですよ。いつも起こされてると情が移っちゃってみんなに言われる。なんでこの部屋にあの目覚ましなの。切り離せないかな。捨てられなくなっちゃう。そうですね、はい。でこっちがバスルームって言うんですか、フロアというかですね。はい。豪華ですね。そうですね。こんな素敵なお家なのにスタジオにばっかりやってるとダメじゃないですか。唯一の楽しみがこれ、ここに入って、これテレビなんですよ。伸びるようになってるか、それを見ながら過ごすのが一番の楽しみです。あとステレオシステム、ここかなりの管理されてるんで、今クラシックから、そうですね、ここで、クラシックを聴きながら、見せますね。いい曲泣いてないか。
が続きました。午後4時、ヨシキさんはスタジオに到着。メタリカやリッキー・マーティンなど世界の名だたるアーティストが多くのヒット曲を生み出した場所として知られるスタジオワンオンワン。X ジャパンの曲を作るため8年前ここを手に入れた YOSHIKI さん。このスタジオで多くの曲を生み出してきました。あの大ヒット名曲ダリアはこのスタジオで作られた第1号でした。当時 X ジャパンのライブは常に超満員。1992年東京ドームを3日間満員にするという快挙をついに成し遂げました。日本人アーティストとして初めてのことです。規制の概念を打ち破り記録を次々に塗り替える X ジャパン、まさに日本ロックシーンの輝ける前衛でした。派手な X ジャパンのステージ、中でも有名なのがリーダー YOSHIKI さんの暴れっぷり。まるで何かに怒りをぶつけるかのような YOSHIKI さん。こうした行き場のない怒りやほとばしる叫びは多くの若者の共感を呼び、一つの社会現象を作り出したのです。
4000時間に及ぶ X ジャパン未公開の記録があります。テレビでは初めて公開される秘蔵のテープです。そこには激しい苦痛と戦い続けた YOSHIKI さんの姿がありました。今も X ジャパンの伝説として語られる YOSHIKI さんの激しいドラム。1分間に800回のハイパードラミング。コンサート以外の日も練習のため6時間以上もドラムと格闘する YOSHIKI さん。完璧主義の彼ならではの超絶の技です。原因で首の軟骨を痛め椎間板ヘルニアを発症しました。それでも YOSHIKI さんは音楽に対する姿勢を決して崩そうとはしません。1995年から96年にかけて行われたダリアツアー。連日の過酷なステージと移動でYOSHIKI さんの体は限界に達していました。ツアーも中盤に差し掛かろうとしていた名古屋でのコンサート、この日カメラは最悪の事態を捉えました。最後の曲を演奏中、ドラムを叩く YOSHIKI さんに異変が起きました。観客の大声援の中、倒れ込むように舞台を去ります。YOSHIKI さんの肩の筋肉が切れてしまったのです。急遽専属の医師によって針治療が施されます。Thank you.
キーボードはあのピンクフロイドが使っていました。 これはYOSHIKIさんが3年をかけてオーダーメイドで作ったオリジナルのキーボード。 32もの音色が一度に出せるといいます。 機材はちょっとハマっちゃったんで僕ね、はい、これだけ揃えるのに足掛け何年ぐらいかかりました。 5、6年。 特にあっちの方はね、もう探してもないですよね。音は楽器屋さんにないものがあるみたいな。そうですね。もう一個、もう一個あるし。メインスタジオ A。 ここの機材もすべてYOSHIKIさん仕様になっています。レコーディングに最も重要なミキシング台を特別にあつらえました。他に類を見ないほどの長さを誇るこのミキシング台は 140種類もの音を記録することができます。でも本格的なレコーディング作業にはまだ不足なのだといいます。 スタジオの2階には専用のビデオ編集室。伝説の X ジャパンのコンサートビデオがここで作られています。
と同じく頭の中ではすでに理想のイメージが出来上がっているヨシキさん。それも驚くほど細かく。とりあえず1日目がベースで、はい、ドア頭 の、 あのセットアップとかしてますよね、みんなが、はい、あのほら、あの、まあ、曲ホント始まる前に、はいはい、で前の東京ドームのビデオみたいに、あそこで、あそこからもう始まって、はい、あそこでなんか YOSHIKI スポーツなんだかんだかって入りますよね、はい、ロゴがあれば一番いいんですけど、ロゴもし日本からもらえれば、ほらあのパンフレットに入ってるロゴがあるんで、あのタイトルですね、うん、ショーのタイトル、はい、みたいなのが入って、はい、で1曲目声優陣そのままで、それってもうラフカットで大丈夫だと思います。ラフカットがそのまま使っちゃってもいいと思う。来てない、来てない、なんで来てないの、そういうの。いや、そういうのもう全部送ってくれって言ったんですけど、もうじゃあすぐ送ってもらってよ、はい、だってもうね、そうすれば早いじゃないですか、もうそれでいいんで。あ、わかりました、はい、ラフカットで OK なんで、はい、はい、なんで送ってこないの、こんな時間がない時にで、はい、そのままで、はい、それが終わったら次アミシストなんですけど、はい、試しは2日目に変えてください。はい、はい、ロス在住の若林さんは YOSHIKI さんお気に入りの編集マンです。じゃあダイジェスト版はどうします、逆にそっち先にで、そこまでの時間を計算してもらって、はい、計算しますよね、何分残ってる、うん、だから5分なら5分、まあ自分のイメージは10分ぐらいなんですけど、はい、でこのブランドアウトの一部をバババババってなんか、逆に音の面ではブランドアウト使っちゃってもいいかもしれないですけど、音はブランドアウト使っちゃってもいいし、映像いろんなの入れちゃってもいいし、またはちょっと違う映像が入ってきてもいいしっていう、はいはいはい、僕の大事さみたいな形で最後の10分ぐらい、わかりました、それに乗りでいいと思うんで、はい、はい、で、あの DVD 発売予定みたいな形にすればいいと思うんで、はい、はい、ちょっとラフの件すぐ聞いて、はい、なんで信じらんない、もうこのスタジオの中で行われる全ての作業が YOSHIKI さんの指示で進められていきます。そのため一日のほとんどをここで過ごす YOSHIKI さん。多いんですよこういうの、僕にね 2,3 日であげてくれって言って、ね、日本から資料が届いてないことがある信じられないですよね、本当にね、もうどうよー、ありがとう、いつ声をかけられても良いように常に待機をしているスタッフたち。4歳でピアノを始めたという YOSHIKI さんはクラシックの基礎をきっちりと身につけました。その後アメリカのロックバンドキッスに憧れ、わずか12歳でバンドを組み、中学高校とロック一色の日々を送りました。卒業と同時にメジャーデビューを目指し上京、自らデモテープを作りライブハウスに配り歩くことになります。5年続きました。1981年バンド X を結成、 CD を手売りで完売するなど地道な活動が実を結び、ようやく88年に念願のメジャーデビューを果たしました。その後 X ジャパンとして活動が始まったのは92年。曲作りに時間がかかるのも X ジャパン伝説の一つ。 CD 完成まで 2,3 年はザラ。自ら作詞作曲を手掛ける YOSHIKI さんのこだわりに
メンバーもなかなかついていけません。XJAPAN に改名した最大の動機は海外デビューでした。活動の拠点はアメリカに移されました。しかし3年後の95年にはメンバーそれぞれが独自のバンドを作り、日本でソロ活動を始めるようになります。ただ一人レコーディング作業を進める YOSHIKI さんの姿が見られるようになりました。 YOSHIKI さんにとって海外デビューの夢が遠のいていきます。1996年のことです。やめようと思ったっていうか、デビューしてもダメだろうと思った。ダメだと思われたのはどうしてですか？いや、まあそれなりに話題は作って、それなりにまあ枚数も出てみたいなことは思ったんですけど、なんかある程度長くやってるんで僕見えちゃうんですよ。はい、こうなってこのぐらいまでだけどそれ先何みたいな。だったら。なんかね、分かってることをやりたくなかったっていうか、あの時はメンバー全員がやっぱりそれに向かえなくてはよ、ね、なんかその、まあ、不満じゃないですよ。その例えばじゃあ1ヶ月オフねっていうとみんな日本に帰っちゃうじゃないですか。じゃなくてとかって僕思ってたりして、もちろんその不満とか言ってたんですけど、そうですよね。だってその、まあ、アメリカでも日本でもそうですけど、デビューしたい人たちっていうのはもう死の出るわけじゃないですか。で僕は例えば今までいろいろあって、ね、何百万もレコード売ってきたかもしれないですけど、やっぱり同じところに立ってると思うんですよ。で彼らのその私たちが成功したい音楽であしたっていうのと同じぐらいの僕も情熱持ってやらなければ勝てるわけじゃないと思うんですよ、はい、だから本当に新人の人と気持ち一緒ですよね。自分が多少名前があってとかスタジオ持ってるとかって別に何もアドバンテージにならないと思うんですよ、その同じことを XJAPAN の時も感じまして、そのアメリカでやるって言ってだから日本のアーティストが少し名前があってでもこっちだってすごい競争激しいわけですし、みんなやりたいと思ってそのマーケットに多少の話題性だけでいけるかって言ったらいけると思ってなかったんで、だったらやめちゃったらっていうか、なんか逆に失礼な気がして、そんななんか、そうですね、はい。4年にわたって抱き続けてきた海外デビューの夢、その断念は XJAPAN の YOSHIKI さんが経験する初めての挫折でした。メンバーの中に生まれた溝は知らぬ間に少しずつ広がっていたのです。翌年、1997年、XJAPAN は突然解散を発表。きっかけとなったのは、幼稚園の頃から25年以上もの音楽人生を共に歩んできたボーカル、トシの脱退宣言でした。
X と X ジャパンの時代、合わせて16年の歴史に幕を下ろしました。1998年、メンバーヒデがこの世を去りました。突然のヒデの死でした。その後ヒデの死に衝撃を受けた者が続出するなど、社会的関心を引き起こしました。第二次 X ジャパンを立ち上げようとヒデと話し合った矢先の出来事。ヨシキさんはこの日を境に表舞台から姿を消しました。千葉県館山、ヨシキさんのふるさとです。音楽と出会った場所でもあります。ここはよしきさんにとって辛い思い出が残された場所でもあります。それは10歳の時に見た父親の死。33歳でした。それからおよそ20年後の1993年、よしきさんは父親に向けて一つの歌を書きました。 Tears、 涙。どこに行けばいい、あなたと離れて。今は過ぎ去った時に問いかけて。
死という悲しい体験を再び蘇らせたヒデの死。あの日から5年、沈黙を守り続けてきたヨシキさんは、これまで決して語ることがなかったその思いを初めてカメラの前で語り始めました。もともと僕はその父親よりも年を取らないにしようと思って生きてたんですね。あの、要するに父親の年、もう僕父親は年上なんですよ。なんか変な話ですけど、そういうのでよくヒロとも喋ってたんですよね。その、別に33歳までは生きないよねみたいなことに、冗談ですけどね、冗談、どこまで冗談か分かんないですけど話してたんで、それでそんなこと言っちゃダメだよとかって言ってた人間だったんで、彼がね、僕に対してそれを言ったから、それがそうなっちゃったんでショックだったんでしょうね。もともとちょっと僕はね、あの、外に出るのがあんまり好きじゃない、なくて、そうですね、その時は家にこもっちゃって、その9月11日の後も、もうこの家から出なくなっちゃったんですよね。そのスタジオにもう行けなくなっちゃったぐらいだったんですね。まあ、広い家なんで、別にちっちゃいところにこもってるわけじゃないんですけど、なんでもありますし、そう、プールもあるんでいいんですけど、なかなか外に出るのにいつも勇気がいるというか、はい、人に会うのがちょっと怖いっていうような傾向がありますよね。不思議なんですけど、ステージとか立っちゃうとなんてことないんですけど、結構その人間恐怖症みたいなところちょっとあるみたいな、はい。心の痛みに耐えきれず、単身アメリカへと渡り、この家に引きこもることになったヨシキさん。誰とも会わない日々が続きました。まあ、その後やっぱり生徒心等で考えて、で別に、なんていうんですかね、生きてるわけじゃないですか。その苦しかろうが何しようが生きてるわけじゃないですか。だったらね、その精一杯生きるべきじゃないかっていうふうな結論に達したんですよね。別に、その、ぼーっとしたって時間が流れていくし、一生懸命働いてて時間が流れていくし、存在してるのが嫌で、ただ単純にその存在だけしてるのが嫌だと、存在してるんじゃなくて生きようっていうその、ふうに思い出したっていう感じですかね。そうですね。別になんか、あとは変えられないものに対して悩むのをやめようっていう、じゃあ変えられるものをいい方向に変えていこうっていう、過去に戻ってああしたらこうしたらって、英語でもウルハブクルハブシュルハブって、こうしたらよかった、こうすることができた、こういうことだって考えたってしょうがないじゃないですか。だったら今の時点からそれをこうしようこうしようっていう、していくしかないんじゃないかっていう、その前も言ったと思うんですけど、多分今がダメでも最終的に何て言うんですかね、まあ、成功なりどっかにそのゴールに行ければそれは全ての過程だったって思えることあるじゃないですか。もちろんその人との別れとかそういうのは別の次元だと思うんですけど、それは必ずこうって何しても肯定できないかもしれないんですけど、そうですね。まあそうやって言ってても、そうやって言いながら自分をまた逆に説得したりするんですけどね。やっぱりギリギリにいますよね、いつも。1999年、ヨシキさんに思いもよらない大きな転機が訪れました。在位10周年を祝う記念式典、
その作曲と演奏を YOSHIKI さんは依頼されたのです。仕事を始めた YOSHIKI さん、その隙間を縫って自ら立ち上げたバイオレット UK のレコーディングも並行して進めるといった殺人的な忙しさです。そんな中、日本で5年ぶりのソロコンサートというビッグイベントが浮上しました。You're a machine, dude. Yeah, but it's gonna stay 3 days for the pumping. It's coming up. I mean, I can import the tracks and get the fucking shit over. もしもし。I can get it all in pieces. フランスのやつって、フランスでパリのやつっているん、25日でしたっけ、締め切りって。That's alright. I mean, はい。My guess is
理想的にはクラシックコンサート終わってからやりたいんですよ。準備が死ぬほどあってコンサートの方で、で今その X の のあれもやってるんで、どう考えても間に合うことないと思うんですけど、コンサートの方はちょっと負担がかかっちゃう。はい、どうしてもそのパリのやつで必要なんですか。はい、ですね、今やってボーカル取ってエディットなんかして、まあ、4日ぐらいかかると思うんですよ。今4日間って僕時間ないですよ、そんなにコンサートまで時間ないんで。そしたら12月4日以降、4日というか5日以降にしてもらって、そしたら年内に上げることできると思いますけどね。はい、ソロコンサートは YOSHIKI さんの音楽性が高く評価され、クラシックを中心に行われることが決まりました。コンサートは12月、残り1ヶ月、時間はありません。OK Ready?急遽バイオレット UK の曲作りを中断し、コンサート用の曲作りが始まりました。オーケストラ用の楽曲に多種多様の楽器の音色をアレンジしなければなりません。事態の急展開にスタッフはなかなかついていけません。No more quantize. I mean, no more triplet. What was that? You want to get into it? It's not fucking anything, just get into it. Just do it then. Right. Just do it now. God, that pissed me off. What did you do for that? Well, I wanted to make If you just listen to the no more track, it's just obvious, right?No, 66 tablet. Just fucking check it out, an original track, like each time you do it. Just wasting your time then, right? Do it now. くれる仲間はいません。その責任が YOSHIKI さんに重くのしかかります。あとは頼んだねみたいなことを言えないプロジェクトなんで、責任感、まあ、昔から責任感はあることだと思うんですけど、昔より強くなったのかなっていうのと、精神的には一緒ですね、ダメだったら死んでやるみたいなそんな感じで思ってるような感じですけど、YOSHIKI さんの新プロジェクト Violet UK の契約をめぐって、この日も大手レコード会社の関係者が YOSHIKI さんを訪ねてきました。YOSHIKI さんは曲作りを早々に切り上げ、自宅に招いてパーティーを開くことに決めました。この数ヶ月、YOSHIKI さんはその契約の内容について繰り返し話し合いを進めてきました。Yeah.
契約は大詰めを迎えています。 YOSHIKI さんはビジネスの面でも積極的にイニシアチブを取ります。YOSHIKI さんにとっても久々の大きなチャンスです。So you spend pretty much every day at that studio. Like last week, my friend came like, okay, you've enjoyed your great house, and then like, well, I never spend time here. Only in the bedroom anyway. So yeah. I came home and sleep. As soon as I wake up, just go to the studio. So I never even use this area either. I'm glad we can help you use it. I eat at the studio, and then, yeah, just everything at the studio. So I barely use this place. But I just love music, just, you know? The entire my life is just music. Yeah. So probably without music I'm nothing. Just, you know. Yeah. Yeah, just like that kind of vibe. Yeah. It's just music. Yeah. So hopefully so. Yeah. I mean I love to, yeah, I mean basically I'm jumping to, you know, mm-hmm. I mean to your place, like being a naked. So, yeah, I'd like to support Ben. Support, yeah. Yeah. Also, I have my opinion too about, you know, how I'm gonna do it. So, sure. Yeah. Sure. Yeah. Because I learned it in a very hard way, and some of them are easy, but just, yeah. So, and I can tell my experience past 17 years being in the music industry. Sure. Plus, certainly playing piano at 4, just the entire my life. I just want to do it now. I mean, soon, in a couple months. Okay. Yeah. Very soon. Yeah, very soon. Yeah. You have to be ready for it. You can play it. That'll be good on that side. Classic concert の本番3日前。YOSHIKI さんと共演する東京シティフィルオーケストラのメンバーが最終リハーサルを迎えていました。YOSHIKI さんは今回の公演の座長を務めます。ロサンゼルスからYOSHIKIさんが到着しました。こんばんはクリックです。これは、はい。
ですか。そしたら、ちょっと指長チキ感を。あ、指長、あっと、じゃあ、はい、お願いします。皆さん、どっちですか。どれぐらい時間、どくらい練習しても いいですか。2、3分でいいです。はい。Thank you.
Hi. The blind dance is kind of weird, right? So you guys supposed to do like classical version. Right. But like, okay. Yeah. Dota は新プロジェクトバイオレット UK のボーカルです。今回 YOSHIKI さんはアメリカから呼び寄せました。So we just finished like noon. うん、違う。こっちがいい。変えなくていいのじゃん。長いブーツの方がいい。オッケー。
きな紫、ね、あんまり流行らない色だからさ、あんまないんだよね。でもバルティーケーツぐらいだからさ、つぐらいだから、うん、探しては見るけど、うん、あんまり世の中は流行ってないからさ、うん、紫って、うん、どうですか、コンサートまであと3日です。いやまだまだですね、まだいろんなこといっぱい見なきゃいけないんで。とりあえず今日は寝ますもん。疲れていらっしゃったんで。明日も作業ですか？明日、もうちょっと急ぎでアレンジが終わるんで、明日からピアノ練習を。今日はまだ譜面チェックって感じですかね。今日はとりあえずもう寝るしかないですよね。間に合いますか？間に合わせます。ゆっくりやってください。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。それから3日後の本番当日、誰よりも早く会場に入った YOSHIKI さんは、誰もいない舞台でピアノを練習していました。クラシックと融合するっていうのがどういう風なのかちょっとあまりよくわかんないんですけども、新しい音楽のジャンルに、挑戦してもらいたいなと思いますね。
ヨシキさんが舞台に登場するのは3曲目から。ステージはもう演奏が始まっています。幾分緊張気味のヨシキさん。
今日この場にいることもとても嬉しく思います。皆さんありがとう。А Йосики-сан очень талантливый человек, очень талантливый.
И он использует современные средства не только музыкальной выразительности, но и пластики тела, и света, и ритма, и электроники. Это современно очень. И я в своей московской практике тоже использую такие же элементы выразительности.久々に味わった舞台。楽屋に戻った後も、よしきさんの興奮はいつまでも冷めないまま。もう入った瞬間に、あれ、そうそう、間が空いてるから、ちょっと表紙をずらして、まだ俺だけだから、俺だけだったから、しようと思ったけど、もう分かんないのよ。どこか一発目だか分かんなくて、どうでもいいやと思って、放心状態だからさ。でも、あれだな、俺はアニバーサリーは昨日横で見てて、うん、今日はあの客席で見たからかもしれないけど、ものすごく感動したけど、最初でもアニバーサリーとしたのが分からないと、大したとしたら、そんな世代だよ、そんなことだよ、気合いは入ってたね、バラーンとかだったから、アニバーサリー感動する、さすがレコーディングアルバムとしちゃう、今度は本当のバンドで勝負しなきゃ、うん、そう。バイオレット UK を本格的に打ち出していこうと思わず口にする屋敷さん。スタートのなんていうか日差しをちゃんと聞けたからやっぱ嬉しいんじゃないかな。幸せな人間なんだっていうのと、なのに自分は一体何をやってるんだみたいな、うん、本当にそんな、ね、1日 8時間とか10時間とか12時間とかしか働かないで、だからレコーディングスタジオに行って、なんだっけ、世界に立ち向かえるのかみたいな、うん、そうですね。なんか自分でまだ名刺は持ってないんですよ。その人に渡す場合っていう系、なんかいつも日本に帰ってきて思うんですけど、まだ僕は名刺を持ってないで帰ってきてるみたいな、なんか、名刺イコール僕の CD なのかもしれないですけど、はい。人に言ったら口で言われてるけど何だろうって説明しなきゃいけないっていう、でも説明しづらいっていうか、とりあえずアルバム1枚を完成するまでは、うん、そうですね。どんなその、なんていうんですかね、まあ、それでもいろいろやるんでしょうけど、なんかそれがなければ他のことをあまりやってもしょうがないみたいな気持ちに今なってますね。東京でのコンサートを終え、復活への第一歩を踏み出した YOSHIKI さん。今度はバイオレット UK という新たな音楽を武器に、一度諦めた世界デビューに挑みます。この日はまだ題名もついていない出来たての歌のレコーディング、 9.11 を歌ったものです。 So I'm gonna try the Never Touch the Ground. I'm gonna try the high part. Can you hear me? Yeah, can. Never touch the ground. Yeah. Never touch the ground. That would be a little rushing, I think. Okay. Oh, my God. すでに取り上がっている主旋律に声を重ねる作業が延々と繰り返されます。Without a fear, never touch the ground.
特別番組が企画されました。 楽しみですよね。 フィナーレは YOSHIKI さんが作曲した新しい曲に
チョソンモさんが歌をつけた君だけだから。沈黙の5年につかんだ答えです。